ここではノギスの使い方を説明します。これノギスです。まずスイッチオンをしますと数字が出ますが、これはここがこれを回すと動くんですが、ここがピタッと止まった状態が0ですから0になっていません。だからまず0にします。この0を押してください。これでピタッと0になります。次にこれを動かすとミリメーターでメモリが増えますが、こことここの間に物を挟むとこんな感じでこの厚みを測ることができます。ここですね、 11.55mm と。ということはこれを葉っぱを挟むと、あんまり強くだと葉を傷つけますが、このように葉っぱの厚みを測ることもできるわけです。一方上側のこちらでは長さを測るとき、例えばここからここの長さを測るとき、これを先をちょうど目印にすればここからここの長さをピタリと測ることができる。これがノギスの、デジタルノギスの仕組みです。ということで厚みを測る場合はここに挟む。2点を測る場合、この先と先で2点を測るというふうに使ってください。ミリとインチをこれで変えることができますが、まあ日本ではインチを使うことはありませんが、押してしまうこともありますから、ここがミリであることをきちっと確認してください。ということです。